はい、どうも、ワドツです。2017年12月30日、朝の4時52分です。よろしくお願いします。はい、金鳥さんいらっしゃい。楽しんでて。お疲れっす。はい、解放お帰り。お疲れ。おい、メガホンありがとう。アマモちゃんありがとう、いつも。メガホンありがとね。おいおい、コモ社員いらっしゃい、お疲れ。楽しんでて。お疲れ様です。かっこいいサムネだね。あ、奮発してくれんの？ありがとう。バーガーありがとう。大市愛さんいらっしゃい。おはようございます。いいね。ありがとう。バーガーありがとう。多分ね、この動画は再生数、まあ、トータル1万再生は余裕で超えるだろうなと思ってる。ラッキーセブンありがとう。ハート7個ありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。パソコンがヒーヒー言ってるね。今客先で仕事中なの？ペニオさんこんばんは。デバスのような薬って飲んだことありますか？デバス処方されてましたけど、僕は合わなかったですね。デバス飲んだことあるんですけど、ろれつが回んなくなったりしたんで怖いなと思って僕はやめました。デバス合わなかったですね。
エリミンとかも処方されてたかな。俺は睡眠薬はハルシオンが飲んでたかな、一番。名前にロックがつく人がいて、毎回風船ロックくれるの粋じゃない？粋 か？それは粋かどうかわかんないけど。花火69個だったら粋だねって言うけど、ね、風船ロック、それは粋ではないかな。わかんない。名前にちなんでるだけでしょ。特に粋だとは思わないかな。いや、贅沢だよ、花火は。贅沢だよ。一発1000円だからね。ここぞっていう時にね、投げてください。ここぞっていう時に。月に1回ぐらい。お金に余裕のある方は毎日バンバン投げてください。テンション上がるでしょ。俺は毎日毎日もらわないと生活できないぐらいあれだから、結構 焦りがありますよ。 もう慣れてきてんだろうね。花火上がんないと収入に直結するからね。まあリスナーの数が多いからね、それが成り立つんだろうけど、大変ですよ。1個の花火をいただくために命がけだかんね。面白いことやり続けないとリスナーさんど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 んいなくなっちゃうもん。風船ありがとう。ありがとう。解放。別アカだったけど、深夜の人に花火投げたら、たった一発で食えるわけないだろうって言われて、二度と投げるのやめた。それはね、ダメだよ。あのね、風船一個でも、花火でも関係なくて、アイテムをくれる
っていうのは身銭を切ってるわけですよ、リスナーさんからすると。それでうまいもん食ったりとかいろいろできるのを、この人の生活守ろう、この配信を守ろうってやってるわけで、花火一発でどうのこうのっていう人は俺は考えられないね。風船1個でもお金がかかってる以上、自分の生活を削ってさ、みんな一生懸命働いてるんですよ。一生懸命働いてる中で、その大切な命の次に大切なお金ですよ。それをね、もらってね、文句を言うっていうのはね、いつか罰が当たるよ。いつか罰が当たる。なあ、そんなん人様が許すわけないもん。ね、二度と投げたくないってなるでしょ。それはダメだよ。それはね、もう配信で飯食っていく資格はない。まあ誰だかわかんないけど。お金をいただくっていうことは大変なんだよ。プロ意識が足りないね、その人は。誰だかわかんないけど。急に人気出た人なの？でもね、初心は忘れたらダメだよ。俺は3年間配信ニコニコ時代食えなかったっていうのがあるから、その苦労は忘れちゃいけないんだよね。アルバイトやりながらとかさ、みんな一生懸命、ね、息抜きなわけじゃん。それをさ、アイテム投げて気分悪くさせるっていうのはダメだよ。アイテムはもういただけるだけで、本来見てもらってるだけでありがたいんだぜ。人様の貴重な時間いただいててさ、その上お金までいただいてんだから、スポンサーを悪く言う人は俺は考えられないね。あってはならないことだし、まあまあ、投げられないわ、そういうのは。今後投げようと思わないでしょ。投げて気持ちいい人に投げるべきだよ。これはね、でもね、来年からね、生活費を決めて、余分に余ったのは全部企画に回そうと思って、お金貯めるようにしてるね、今ね。自分の生活費サラリーマンみたいに決めて、で、あとのいただいたお金は企画とかグッズとかに回そうと思ってる。笑い話だけど、石野さんに風船1個投げたら、5個単位で投げてください。海宝さんも配信者だからわかるでしょって言われた。風船1個はね、本当のこと言うとお金にならないんですよ。風船は10個単位で円換算されるのね。だから風船10個で4円かな。だからね、風船1個で端数が出たら実はリスナーさんが損しちゃうのよ。っていう説明をできないとダメだよな。風船は5個単位で投げろ。端数が出るとね、その分リスナーさんが投げた分がお金に換算できないから、結局投げ損になっちゃうんだよ。だ、覚えておくといいよ、リスナーさんは。風船10個単位で、まあ10個単位で投げるか、もしくは端数が出た時に、そう、放送終わりに数合わせてあげると。そうそうそう、意外と知らないんだよね。花火はね、一発から500円もらえるんだけど、その風船1個って0.4円だから、そのお金が無駄になっちゃうの。まあ言い方だよな。言い方だよな。だからよく数合わせって言ってさ、数を合わせてくれるリスナーさんいるでしょ。あれは実は、配信者にちゃんとお金が入るようにっていうのと、リスナーさんが投げた端数が無駄にならないようにって気使わせてくれてんの。あ、数合わせありがとう。そう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 。ありがとうね、解放。そうなんだよ。意外と知らない人多いんだよね。だから、その数合わせしてくれるとありがたいんだよ。そうそう、説明が下手だと勘違いしちゃうよ。配信者だとわかるでしょうって。 言い方だよ、言い方。わかんないよ、石野がそういう意味で言ったかどうかは。もっと金よこせって意味かもしれないし。 石野は想像を上回ってくるからね、毎回ね。
解放捨て頃ステッカー買わないの？残り177枚。いらない？もしよかったら買って。1枚500円、残り177枚、ここにあるだけ。捨て頃ステッカーよろしくお願いします。限定生産だからね。限定生産っていうか、弁護さんからもらったもんだから生産不可能なんだよね。1円でも金が絡むとアンチ化するのも早いね。いや、だってそれがプロ意識でしょ。金もらいたくなかったらツイキャス行けよっていう。ここはだって課金サイトなんだもん。その代わりハードルが高いわけじゃん。トークに自信があったりとかさ、そのお金いただけるような配信やってるっていう自覚がないとダメなわけだから。そういう自覚がない人は、あれなんじゃないの？ツイキャスとかニコ生とかでやればいいんじゃないっていう。俺はふわっちで配信やってるのに誇り持ってるし、やっぱりね、投げ銭してくれるスポンサーさんには気分よく、ね、過ごしてもらうように意識してるよ。相手も投げないクズみたいなリスナーはね、アンチみたいなのはどうしようもないと思ってるからほっとくけど。俺からしたら泥棒みたいなもんなんだから。別になんか閲覧を増やそうとかあんまりないし、コメント増やそうとかはない。逆になんかこう、ゆとりを持って、心にゆとりのある人に見てもらいたいし。金も払わないでオラついてる人はどうかと思うよ。ツイキャス来年から課金システムになるって本当ですか、ワドさん。俺が聞いた情報だと、別会社が別サービスをやるんだって、ツイキャスに対して。で、別のアプリで投げるみたいな機能は実施するんじゃないかっていう噂を聞いたんだけど、俺はうまくいかないと思ってるね、ツイキャスの投げ銭は。だからそういう課金システムが外部ツールで発表するみたいな話は聞いたけど、めんどくさいじゃん。連携してるから投げやすいっていうのがあるから、回りくどいことやってるなぁとは思うよね。ちょっと微妙。あと、キャスのリスナーは金持ってない人多いから、多分うまくいかないと思うね。俺の予想。たまにいるんだよ、その和道に支援はしたいけど、ふわっちに半分取られるから嫌だっていう人いるんだけど、それって和道の生活守らないよって言ってたりとか、投げ銭反対だよっていうことだから困るんだよね。で、その人がステッカー買ってくれるかって言ったら買ってくれないから どういうこと？みたいな いや、食っていきたいから頼むよって感じだよ。そこは折れてくれよっていう。別にふわっちお世話になってるから、ふわっちの会社が儲かるのは別にいいと思うんだけどな、俺は。だって口座でやり取りしてても限界あると思うよ。うわ、ちなみに裏引き今一切やってないですね。口座の直振りは一切、禁止してますんで、自分の中で。YouTube の広告収入とか、ステッカー販売とか、T シャツ販売とか、あとは、なんだろう、グッズ販売だよね。グッズ販売と YouTube とフワッチの収入ですね。裏引きはしてないです。アニメ配信とかキッズとか20代多いから、まあね、キャスはまあ無理でしょう、投げ銭は。閲覧多くても食えるわけじゃないから。
裏引きっていうのは、直接支援、現金をもらったりとか、要は海宝花火投げなくていいから、俺に3万くれよとか、1万円くれよって。要は運営さんに取られる分を、要は振り込んでもらうの。要は花火投げないでこっちに振り込んでっていう。ホストの用語なんだけど、ホストって店で金落とすと、酒代がかかったりとか、要は売り上げ店に持ってかれるじゃん。だから客が帰るときにエレベーターとかでお小遣いちょうだいっていうのを裏引きっていうの。裏で引くっていう。だけど、それって、プロ意識が低いんだよ。そんなことばっかりやったらお店が潰れちゃうでしょ。そう。で、そのお客さんを掴んだのは、ホストクラブがあるからっていうことで、裏引きが見つかると、クビになったりするの、ホストは。だから裏で金を引っ張るっていう意味だね。裏引き。要は、配信サイトをふわっち使ってるのに、裏で口座でお金ちょうだいってやったら、運営からすると気持ちよくないじゃん。何やってんすかって話じゃん。俺は結構正々堂々とやってるかな。あんまりふわっちも儲かってほしいと思ってるし。お、延長したいんで、アイテムお願いします。1回50円かかるんでね、延長に。ぜひぜひ、ご支援よろしくお願いします。もう投げた人はいいからね。あ、まあ無理しないでね。毎回毎回同じ人が、ああ、ありがとう、キンチョールさん。毎回毎回ね、同じ人に負担させてたらかわいそうだから。のんちゃん、ハートありがとう。おはよう。のんちゃん、おはよう。のんちゃん、寝顔かわいかったよ。かいほバガーありがとう。ありがとうございます。延長します。おー、くみたん、おはよう。おはよう。朝早いね。どういう神経で文句言うんだろうな。それ理解に苦しむよね。お、そそう、バーが50個ありがとう。おはよう、そそう。もう今年もね、あと2日だね。年明けに振り込みするからステッカー。あ、了解。何枚いる？今、ステッカー500円のが、これが500円、これが500円1枚ね。で、まあ、いつも通りの1000円のステッカーが2枚。2種類あります。どうする？で、送料プラス200円。いいよ、ステゴロ2のステッカーね。オッケーオッケー。1枚でいい？オッケーオッケー。クミタン、じゃあさ、LINE にスタンプ送って。LINE にスタンプポーンって送って、今。データ渡す。データを渡すんで、ふみたんスタンプください。お買い上げありがとうございます。残り176枚、176枚、あざます。スタンプください。これも捨て頃のギャラの一部だからね。捨て頃応援してくれる人、ステッカーお買い上げよろしくお願いします。おかげさまで、
のんちゃんってか、のんちゃん配信者じゃないよ のんちゃん配信者じゃないもん。嫌じゃん、のんちゃん配信者じゃなくて、ただのリスナーさんなのに、俺よりステッカー売れそうで怖いよ 俺よりファンが多いんだから。やめて。そうそうさ、T シャツ着て戦うって言ったのあったじゃん。スポンサー T シャツ着て戦うわって言った企画あったでしょ。余計なことを便所さんがしてしまってさ、ツイキャスの捨て頃の特別に乳首版なくなったんだって。最低でしょ。あ、捨て頃2、ぜひぜひ。海宝買ってくれんの？じゃあ海宝も LINE スタンプちょうだい。LINE に情報送るから。ありがとうございます。あと175枚で乳首版がなくなるようにしちゃって、要は上半身裸で戦うらしいよ。ふざけんなよと思って。のんちゃんローキック重たいかんね。 LINE した？ OKOK。 今送るよ情報。どれにすればいいかな。ちょっと待ってね。ありがとう。のんちゃん、ローキックね、結構ね、ローキックってね、体重も大事なんだけど、実は芯に打てるかどうかなの。要はね、ここの、ももの骨のここにぶち込めるかどうかなんだよ。直角に。のんちゃんね、センサーってここにぶち込んでくるのよ。ここの痛いところに。リナネコとかは、ほら、ブラジリアン柔術だから ボクシングじゃないから さすがにバンでしょ。誰が見てんだよ、リナネコとモモナの乳首なんか 誰も求めてねえだろ 絶対見たくねえわ。金もらってでも嫌だね。それはバンでいいんじゃないの？ いや、見たくないでしょ。いらないわ、その情報。ラインスタンプ押した？はいよ。ありがとありがとう。のんちゃん、花火ありがとう。のんちゃん、ありがとう。いや、俺は今ちょっと、なんつうの、交渉してて、要は T シャツを着せろと T シャツを着て戦わせてくれっていうことはお願いしてる今。要はウェアも買っちゃったし、今更ね、上半身裸で戦いたいやつなんかいないでしょ。いや、見た目も悪いしさ。そう、俺は服着て戦わせてっていうのは今交渉してる便所さんに。不正するわけじゃないし、防御力上げたいとかじゃなくて、見た目がきついと。みんなブヨブヨなんだからさ、それ脱ぎたいやつが脱ぎゃいいんだから。上半身、ヒカルくんとか見てかっこいいじゃん、腹筋割れて、テレチャンピンとか。誰がこんなブヨブヨのお腹見てんだよ、毛だらけの。やだでしょ。そこは着ようよっていう。誰も喜ばないよ、こんなの。あれか、柔術とか総合格闘技の場合、服が有利不利になるのか。
裸じゃないと成立しないのか。多分それな。ボクシングだったら多分着ていいよってなると思うんだよね。ちゃんと説明して。柔術とかだろうね、多分ね。上半身裸じゃないといけないのは。言われてみたらそうだね。服着てたら不利だもんね。投げやすいもんね。あ、そうだよ。みんな、ステゴロ来る人手挙げ。ステゴロ来る人、来たい人今回。行くっていう人。もう便所さん予約始まってるから、和道のリスナーですって言って、チケット予約させてくださいって、今予約しないと手に入らないよ。和道のリスナーですって、チケット予約させてくださいって、便所さん DM とか LINE とか送ってよ。また来れなかったとかやめてよ。便所さんにもう速攻、もうバンバン予約入ってるみたいよ。先行チケット。クミタンバカありがとう。来る人何人ぐらいいんの？手に入んなかったら責任取れないですよ。みんな買ってね。チケットノルマとかないんだけど、来たかったのに来れなかったって言われたら、俺責任取れん。来る？そうそう。メンドさんにもう予約した？ハート9個ありがとう、のんちゃん。来るの？解放。メンドさんに予約した？和道のリスナーですって言って、ちゃんとチケット押さえないとダメだよ。リングサイドはどうだったかな？SS かな？スポンサー席はもう埋まったみたいなこと言ってたよ。2万円のチケットはもう埋まったらしいね。まだ取れるかもしれないから、高いやつ。多分ね、リングサイドは1万2000円だったかな。早め早めで。前売りのこと聞こうかと思ってた。あ、そう、もう、便所さん、便所さん。俺はね、トラブルになるの分かってたから、本来周りの配信者は、他の人は、手売りチケットあるの。だけど、俺はもう自分の性格分かってるから、出演する条件として、チケットのさばきなしにしてもらったの。便所さん問い合わせ、うちは。絶対揉めるし、チケット届かないとかトラブル絶対あるから、俺は。DM で問い合わせて、便所太郎さんの。和道リスナーですって言って、和道から買えないって聞きましたって。便所さん、和道リスナーは便所さんから予約するって聞きましたって、お願いしますって。ちなみにいくら売れても僕のバックはゼロなんで、もし僕のこと応援してくれる方はステッカーをガンガン買ってください。よろしくです。ステッカーを購入してください。結果、楽天銀行初めて使うんだけど、コンビニ ATM で700円振り込む。そう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 。1枚買う人は500円と送料200円で、まあまあ普通の銀行と一緒。普通にコンビニ ATM でも何でもいいから、700円振り込んだら、振り込んだよって俺に教えて。そしたら、俺がパソコンでポチポチっと、あ、入金されたって確認したら発送するから。そう、コンビニでも別に何でもいい、銀行 ATM だろうが。ワードを振り込んだよって。そしたら俺が入金確認を持って発送の準備に入るから。でも普通の銀行と一緒よ。ただ楽天銀行の場合は24時間対応してて、すぐリアルタイムで反映されるのね、楽天銀行同士の場合は。そこが便利なのよ。普通に振り込んでください。で、振り込んだら必ず連絡ちょうだい。ありがたいことにね、ここ2日間で2万円分ぐらいステッカー購入していただいて、助かってます。
グローブ買います、これで。まあ、10万あったらね、1年間のジム代とグローブ代にはなるんで、まあ機材は全然余裕で揃うんで、なんとかなりやす。ステッカー代がファイトマネーじゃなくて、もう話していいかな。前回のファイトマネー3万円だったんですよ。前回のファイトマネー3万円。それが今回いくらになったんだっけな。多分前回3万円だったのね。もう終わったから話していいでしょ。で、今回のギャラがちょっと下がったんですよ。まあまあ、簡単に言うと半分になったんですよ。で、俺は5年ようと思ってたの。いくらなんでも2回出演して、ね、ギャラ1万5000円はねえだろうっつって5年ようと思ってたの、正直。で、そしたら便所さんに会いに行ったらこれを渡されたのよ、サイン書いた時。わあ、俺は考えてるぞと。要は、出演者が増えたからギャラが難しくなったと、正直。ただ、うまみがないと良くないから、これを売れと。俺がタダで作ってやったからって。で、これ、500円で、200枚あげるから、1人の選手につき、全員に。そしたら、これ売ったら10万円になるだろうと。で、リスナーさんも物もらった方が嬉しいし、ね、配信者なんだから自分でギャラ稼いだ方がいいじゃんって。みんなが勝つ仕組みなんだよって言って、俺は納得した。あ、この人イベントうまいわって。だって、こういうさ、デザイン落としてさ、ステッカー作るってなかなか難しいのよ、仮想配信者だと。デザイナーさんに依頼したりとかさ、業者どこにしようとかさ。それだったらさ、10万円分金作れるわけじゃん。捨て頃出るような選手だったら、考えてる考えたら頭いいよ、あの人。そう。だし、リスナーさんも嬉しいわけじゃん。思い出になるわけじゃん、ステッカー1枚だとしても。捨て頃2に対する。で、また頭いいのがさ、便所太郎さんがさ、それ俺、後から知ったんだけどさ、これ全員の選手の配信者のステッカー集めた人にだけ、特典で、全員の絵が描いてあるポストカードプレゼントって、お前コンプガチャじゃねえかっつって。何お前自分のグッズ売るためにもう、俺ら利用してんだって、ここまで出かかってたよ。聞いてねえぞっつって。便所さんの放送見てたら、全員のステッカー買ってる人には、これプレゼントしますからねっつって、お前うまいな、みたいな。商売うまいなと思ってびっくりしたよね、あれは。笑っちゃうよ、本当に。勘弁してくれよって話だよな、本当。いや、まあまあまあ、商売人ですわ、便所太郎さんは。まあでもね、全員が勝つ仕組みを作ってるからね、うまいよな、商売な。うまいよ。いや、笑ったよね。俺ら聞いてねえぞ、っつって。自分のステッカーもちゃっかり売ってるし。まあ、配信者だよ。まあ、これは再生産するつもりないんで、ステゴロ2は。ステッカーは。版権を俺が持ってないっていうのと、あれなんで。もしよかったらね、みんな書く。残り170何枚？ 170 枚？ 175 枚か。しかないんで、本当に。買ってください。できれば、僕の古いステッカー持ってない人もセットで買ってくれるとありがたいです。前回なんかさ、プレミアもんだぜ。捨て頃の、お店しか手に入らないはずのポスター、俺もらってさ、便所さんにさ、タダで配ったんだよ、仲のいい人に。あれ今手に入らないと思うよ、捨て頃1のポスター。解放あげたっけ、あれ。もう全員に配っちゃったからないけど。結構リスナーさんのこと考えてんだぜ。何人かに配ったよ。あれ多分プレミアもんだと思うよ、ステゴロ1の、ポスターは。もうないもん。俺も自分用の1枚しか持ってない。あれはレアだよ。
2もポスターするのかな。もらってないんだ。いや言ったらあげたのに。あ、じゃあ入院してたんだ去年。いや欲しい人あげるよって、リアとしてくれた人って言って、あ、配ってたよ、うん。俺とね近くにいるんだからバンバン利用しないと。バッチバチの殴り合い見せてやるよ。バッチバチの殴り合い、うん、俺今回もう死んでもいいと思ってるから今回死ぬほど、うんこちびるほど殴り合いしてやろうと思ってるよ。ドンフライ VS 高田選手だっけみたいな。死ぬんじゃねえかこれ、どっちかっていう。俺を指名したこと後悔させてやるから。死なないでっつってマジです分かった、死なない死なない戦い方は、でも前回みたいにくっそつまんない試合になるけどいいの、うん、高山かドンフライバー、あれ伝説の試合だよね知ってる、ドンフライバー VS 高山戦二人でゴング返しに首根っここうやってお互い使い目合ってこうやって殴り合うの、総合なんだよ。プロレスじゃないのに、二人ともこうやってやって、右手でバンバン殴り合うっていう。あれ、一分間ぐらい殴り合ってたよね。ボッコボコだよね、顔面。二人でもう、こうやって。何これっていう。あれはもう、総合格闘技界伝説だよね。あれは高山さんじゃないとできないし、ドンフライじゃないとできないよね。あれはすごかった。検索してごらん。ドンフライ、バーサス高山。もうお互いプロレスもやってるんだけど、もう漫画の世界だから本当に。あれでなんだっけ、あの目いかれちゃったんだっけ、高山さん脳挫傷か目いかれちゃったんだよね、あれ本当に。あれがきっかけで引退になったんだよね。もうあれは伝説だよね本当に、すごいよあれは。もう大興奮だよ。俺はあれはもうほんとプロレスラーじゃないとできないし、あれは本当にプロだなと思ったし、高山さんの大ファンになった。プロレス嫌いなのに。プロレスも総合も嫌いだけど、これぞエンターテイメントっていうか、見たいものを見せてくれる。だって普通にやったらあれドンフライ勝っちゃうじゃん。総合もできるから。ドンフライ普通に強いじゃん。だけどそのエンターテイメントまで落とし込むんだっていう。あれはすごかったね。あれがプロの仕事だよね、本当にね。あれは同業の格闘家にもインパクト与えたでしょ、多分。こんなやり方あんのかっていう。だってお互いがさ、いや、そんなの付き合わねえよ、つって普通にガードしたら終わりなんだもん。でしょ？いやいや、やらねえよ、そんなの、つって普通に戦おうぜ、つったら終わりなんだもん。フレディ・マーキュリー。うん。いや、ドンフライ普通に強いからね。うん、フレディ・マーキュリーではない、あの顔はそっくりだけど、あれはしびれたよな。
前回見せてくれたのはヒカルくんだな。すごかったよ、会場のボルテージ。あれ、MVP はヒカルくんとセブンさんでいいんじゃねえのかって思ったけどね。うん。高山でなければあれはできなかった。だろうね。死ぬでしょ。あんなガッチムチのさ、腕太いやつがさ、あんだけ本気でさ、右ストレートバンバン入れるわけでしょ。鍛えまくってる高山さんじゃないとできないでしょ。首こうやって持ってこうやって本気で殴るんだよ。バキでしょ、バキ。バキの世界でしょ。こうやって行くんだよ。お互いに。意味がわかんないでしょ。バキだよ、バキ。あれはできないでしょ。信頼関係でしょ。要は俺らはプロレスラーっていう。あれは感動したな。で、本来プロレスってああやるべきなんだよ。そう思わない？本来のプロレスは俺あれだったと思ってんの。いわゆる力道山とかの時代、アントニオ猪木とか。でもそれをできなくなっちゃってるプロレスラーの問題なんだよ。あれぞプロレスでしょ。この勉強になるよね。なんかひげ伸びて眉毛伸びてきて、ね、おでこが後退してきたが、宮崎駿みたいになってきたんだけど大丈夫かな。俺多分白が増えるんだよ。多分このままいくと宮崎駿みたいになるよ。大丈夫かな俺。エプロンつけようかな。なんか真っ白の白が憧れるんだよな。父方のね、おじいちゃんが真っ白で綺麗だったの。でも母方遺伝だな、多分このハゲ方は。真っ白になんねえだろうな。ハゲ散らかすっていうか、おでこが果てしなくこの辺まで行くんだろうな。この辺まで行くかもしんないし。よかった、早いうちに彼女見つけてよかった。のんちゃん、俺がハゲても愛してくれる？うん、うん、よかった。よし、俺は逃げ切った。俺はあの若ハゲにして彼女をゲットしたから俺は大丈夫だ。スキンヘッドになっても大丈夫？大丈夫、大丈夫。よし、ありがとう、花火ありがとう。いや、のんちゃんは俺のこと愛してるから、俺ものんちゃんのこと愛すんだよ。勝ち組だね。よかったよかった。でもちょうどいいと思うよ。女の人の方が平均寿命長いじゃん。だからのんちゃんが死ぬ頃は俺の死ぬ頃ちょうど10年ぐらいのラグが埋まるから一緒に死ねると思ってて。それでいい。のんちゃんが死んだ3日後ぐらいには多分俺くたばるから。のんちゃんいないとダメだわっつって。え、でもさ、長年連れ添った夫婦って結構ない？奥さん死んだ次の年に死んだりしない？あれ素敵だよな。あれ理想。のんちゃんより早く死んだらのんちゃんかわいそうだから。俺はのんちゃん見とるって決めてる。のんちゃん一人じゃ生きていけないでしょ。のんちゃん、うん、のんちゃん早死に、俺とどっちで先に死にたい？先に死にたい。一人じゃ無理でしょ。うん、わかった。俺が見とるよ。3日後ぐらいに追いかけるから。うん、ちょっと3日間猶予ちょうだい。うん。多分ウサギと一緒にね、3日後ぐらいにぽっくり死ぬから。のんちゃんいないとダメだわ、つって。わかった。のんちゃんより3日間だけ長生きするわ、俺。うん、そう。3日間配信残して死ぬわ。のんちゃん多分俺がいないと生きていけない。かわいそうだから。一緒に病院で手伝いで死のうか。誤差3分ぐらいで。
多分40年ぐらい先だけど。おじさんが祖母、おばさんの葬儀終わって翌日にぽっくりしてるの。ああ、素敵だね。つながってたんだね。何なんだろうね、あれってね。やっぱ長年連れ添うとなんかあるんだろうな。つながるんだろうな。奥さんの葬儀で旦那さんだから男弱えな。男やっぱり弱えな。奥さんいないとダメなんだな。まあそういうもんでしょ。いい夫婦だよ。それが夫婦だよ。顔が似てくんだよな、長年連れ添うと。男は弱いよ。男はダメ。え、何？のんちゃん寄り目にならない、大丈夫。のんちゃん目離れてるから。俺は目が寄ってるからね。だから目が合わない。クリスマスの日見つめ合いたいなと思って頑張ったんだけど、俺がね、寄り目でね、のんちゃんガチャ目だからね、片目しか合わない。おかしいなっつって。おかしいぞこれっつって。見つめ合えない。悲しいじゃん。こんなに近くにいるのに。じゃあ、それをさ、ツイッターにボケでかましたのよ。クリスマスだからちょっとファンサービスしてやるかって言って、自虐ネタをぶちかましたのよ。見てよ、これ。金ちょうるさん。ね？ちゃんとこうやって、ちょっと、ヤフー的な感じでね。ヤフー知恵袋的な感じで書いたの。クリスマスイブなので彼女と見つめ合いたいです。誰か助けてください。彼女と目を合わせることがどうしてもできません。32歳の男です。何度挑戦しても彼女と見つめ合うことができません。もう付き合って1年経ちます。どうすればいいでしょうか。なぜか片目しか目線が合わないんですって。これボケじゃん。どう考えてもボケツイートなのに、ね、ピュアミンだよな。ピュアミンだよな。なんで来たかっつったらさ、ちょっと待って、どこだ。なんで来たらっつったら、そんな和道さんが好きなんですよ、みたいなさ。なんかガチレスされてんの。そんな、可愛げのある和道さんも含めて、のりこさんは和道さんのこと好きなんですよ、大丈夫みたいな。いや、そうじゃないと。そうじゃなくて、突っ込んでくれと。ガチャ目と寄り目だっていうさ、そう。ちゃんと突っ込んでくれないんだよね、みんな。そう。なんか素敵なコメント書いちゃってるの。なんか、そういう可愛げのある和道さんも素敵ですよ、なんつって。違う違うと。そんなこと聞いてないと。ガチ勢の。そういう理由なのねって、もう、俺のリスナー何年やってんだよって話でしょ。俺のリスナー何年やってんだっていう。ちゃんとボケに突っ込むっていうことを覚えてよ。リスナーのね、教育不足だよね、本当に。これは笑うところなのにさ。笑ってくんなかったよ。ピュアミンってやつだな。ピュアミン。あ、パフェはクールなんだ。ファンタスティックじゃないね。はず、そうそう、はずい。ファンタスティックっつって、表紙されてんのがクールって書いてある。はず、これ。はずいな。はず、えぐいね、ふわっち。パフェは10個じゃファンタスティックにならないらしいね。花見じゅ、えー、パフェ10個ありがとう。で、10個もパフェ投げたのにさ、本人ファンタスティックって、で、ドヤーってやったのにさ、クールって出てるからね。これははずい。これはふわっちえぐいな。
おー、カズいらっしゃい。恥ずかしいから潜ります。ありがとう、パフェ10個ありがとう。いや、パフェ10個は高いぜ。恥かかせんなよ、うちのリスナーに。頼むよ、運営さん。運営さん頼むよ、ほんと。うちのね、祖祖様に恥をかかせないでください。カイホーもピュアミンだね。カズおはよう。カズ送ったからね、あの、ステッカー。ちょっと多分あの、なんだ、年賀状とかのあれで、多分届くの遅いと思うけど。ジャブに反応するよりリアクション早かった。俺は見逃さないよ、こういうの。俺はこういうの見逃さないから。突っ込みますよ。ほじくらせていただきますよ。ああ、面白い。口にうんちブリブリしてほしい。あの、別のところ行ってください。俺のうんこ食いたいの。病気だよ、病気。病院行け。病気だよ、君は。あ、ベッドに貼ってんだ。はいはいはい。いいね。それそうだよな、風船10個でファンタスティックって表示されねえもんな。よくよく考えたら。えぐいな。えぐいビジネスやってるよ、本当に。スカトロリスナーいっぱいいるんだよ。でもあれじゃん、ソソも来る、カズも来る、ノンちゃんも来る、キンチョールさんも来るでしょ、カイホーも来るんでしょ。結構面白くなんじゃない。アマモちゃんも来るっつったっけねえ。結構あれだよ、あーカズさんですかとか会場であるんじゃないの。あ、ソソですみたいな。あー、どうもーみたいな。その説はどうもみたいな。隣り合わせて誰リスナーなんですかとかやってたらしいよ。やっぱり会場の暇な時あるじゃん、開演の。で、女の子同士で、あれ、のりこさんですよねとか多分あったんでしょう。私はのんちゃんだとか言ってたんでしょう、多分。のんちゃんはリスナーだとか。和道リスナーの話したかったから楽しみ。ねえ、オフ会もやるから、みんなで飲もうよ。いやー、ひどかったよね、前回のオフ会ね。もうお通夜どころじゃなかったよね。お葬式だよ、本当に。マジで負けた方のオフ会ほんと悲惨だよ。リスナーさんが4人と俺かな。痛い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 、のんちゃん痛い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 、のんちゃんジュース取ってきて。焼肉食べれますか？顎痛いっす。食べます。痛い、痛い、顎が、痛い、痛い。本当にこんな感じで2時間だからね。この後どうします？あ、帰る。痛い。もう勝った方は楽しそうにオフ会やってたんだろうね、多分ね。もう、お通夜。誰も話しかけられない。誰も俺に話しかけないし、何も話しかけなかった。ホテルってどのあたりに撮ったオフ会便利かな。ホテルはどこ撮るのがいい。新木場ってちょっと離れてるんですよ。どこがいいのかな。新宿じゃないの。てか多分新宿で朝まで飲んでんでしょ、みんな。新宿じゃん。多分新宿に撮っておけば、まあまあまあ、どうせ新宿か池袋、モグゴリかキャスバーで飲むんだから、みんな。まあ、新宿だね。おはよう、たくみさん。おはよう。いや、多分殴れないと思うよ。そういうことできる雰囲気じゃないの。もう本当にお通夜どころじゃない。お葬式。もう、
もうね、誰も話しかけられないよ、俺に。俺も気を使えるほ、気を使えないぐらいもうダメージを負ってて。痛い痛い痛い、痛い痛い痛い。そういう雰囲気じゃないよ。メス行きさせたいの。うんこ食いながらメス行きさせたいの。こいつやべえな、本当に。いやー、勝ったらもうか、あのね、もう噂には聞いてたの、龍彦はほら、地下格闘技30戦ぐらいやってるから、言ってたんだけど、もう勝てば官軍なんだって。もう勝った瞬間から、もう全員からチヤホヤされるんだって。で、負けたらもうボロクソに言われるんだって。もうそういう世界っすよって聞いてたから、あ、負けたらこうなるんだっていうね。体感したよ、本当に。その代わりも勝ったらもう官軍。ホテル取るより朝まで飲んで満喫で仮眠。まあまあ、それがいいかもね。勝つの場合は。新宿だったら女性専用の岩盤浴っつって、寝るところがあるから、カプセルホテルみたいな。満喫狭いから。すごいよね。出産した3ヶ月後にイベントで遊びに行くってね。ホテルなら新宿がいい。新木場まで電車1本。ああ、そっかそっか。ありがとう、たくみさん。たくみさんも来んの？今回。買うの？チケット。もう間に合わないよ。DM 送ってる？たくみさん。たくみさん買った？チケット。もう予約殺到してるよ、相変わらず。便所さんで、ね。行く？和道リスナーの予約は便所さんって聞きましたっつって、DM 送ってね。スカトロしつけやな、こいつ。いや、なんか今日言われたよ。いや、なんか言っといて。和道リスナーの予約は便所さんって聞きましたって。和道リスナーですって言って。 なんかもう予約開始がどうのこうのって言われたよ、便所さんに。あ、和道リスナーですって言って。便所さんに直接問い合わせてるように言ってるんでって、俺が言ってあるから。和道リスナーですって。便所さんにチケットの枚数予約って和道さんに言われましたって。何席1枚くださいって言っておきな。早くしないと取れないよ、本当に。もうだってスポンサーシート売り切れたって話でしょ。2万円の、2万円の一番高い席が速攻売り切れるってやばいかんね。あ、ねえ、ぶっちゃけ裏技を言うなら、最悪ね、立ち見はね、誰も来ないから入れる。前回立ち見全然あったから、最悪立ち見で入れるよ。最悪の最悪、立ち見全然いけますよ。ほら、出場選手が多いってことは、それの取り巻きのリスナーがいっぱいいるわけじゃん。
だからね、チケット売れやすいんだよ、今回。そういうのもある。走り込みきついぞ。やだな。やだな。きついな。でも今回来た人にはいいもの見せてあげるよ。スーパーワドラッシュ見せてあげるから。スーパーラドワドラッシュ。あんま期待してないんだ。前回も同じこと言ってた。うん。そうか。そういう考え方もあるよね。否定はしないよ、俺も。そういう考え方もある。あると思います。この人本当に練習するんでしょうかつって。いや、俺走ってたよね、のんちゃんね。うん、俺配信外で走ってたよ、結構。走ってたよね、うん、ちゃんとやってたよね一応ね、うん、そうだけど、あの練習配信って辛いのが稼げなくなるんだよ本当に。俺頑張ってたんだよ結構。だから結構息上がんないし、3分3ラウンドやりきったんだぜ。そうだからね、努力は実らなかったんだよ。勝たないとダメなの。結果ね、練習してなくても勝っちゃいいんだよ。勝っちゃそういう世界なの。あの、悲しいけど、うん、練習はしてましたよちゃんと。だから悔しいんだよ本当に。努力はダメなの。あの、努力はダメっつうか、結果出さないとダメなの。メンタルがゴミくずって。お前ら、じゃあお前もうリング上がれよ。じゃあリング、なんならね、そういうこと言うやつとスパーリングやってきたけど全然勝てるからね。うん、全然やってみたら、え、強くねって言うのよ。じゃあ本番はいろいろあるんだよ、いろいろ。まあテルが強かったって話だよな。蓋開けたらテルが強かったって話だよ。あんなとっぽい兄ちゃんとやってみろよ。じゃあ運動神経抜群の私たちはリスナー、お前らそう都合のいい時だけリスナーだって言うよな。お前配信者だろうって、ふざけんじゃねえよ
俺だって人間だぞ。勘弁してくれよ本当に。俺だって大変なんだから。ちょっと。チームどれで練習するんですか？どれさんから企画で全然やろうとは思ってるけど、なんかどれさんから最近連絡ないんだよね、ここ1週間ぐらい。まあまあね。あー、そっか、その時期か。そうだよね、末頃前ぐらいだもんね。そうそう、えっぐいトレーニングやってるね。あれ自分でしょ？ツイッター見たよ。懸垂。あれ、そうそう、本人でしょ？あのツイッターの懸垂。懸垂どこまでできるかって。バッチバチに鍛えてるね。あれはえぐいわ。あれでしょ、海外のああいうやつやりたいんでしょ、こういうやつ。あれを目指してるんでしょ、多分。でしょ？あの、海外であるんだよ。その、自重トレーニングで、こうやって階段みたいにこうやって上がって、鉄棒でこうやって上がっていくトレーニングがあるの。あれ目指してるっていうのが一発で分かったもん。バッキバキに体鍛えてんの。そう。いい体してんのよ。えぐいよ、ほんとに。あん、懸垂なんか一回もできない、俺。自重トレーニング一番いい体作れるからな。うん。えぐかった。見てびっくりしたもん。やってるなぁと思って。あれが一番ナチュラルでいい筋肉作れるんだよね。要はトレーニング器具とか使わないで、もう腕立て伏せとか、そのなんかもう身近にあるもの、自分の体重で体鍛えるっていうの、全身インナーマッスルも鍛えられるし、一番いい筋肉つく。無駄な筋肉は一切つかなくてバランスよくつくから。夜中中学校ってね、あのね、あの、海宝ね、田舎もんだからね、東京の中学校を理解してないんだけど、校庭なんかねえから。俺ね、東京に来て一番びっくりしたのが、あの、東京って運動部弱いじゃん。理由が分かった。グラウンドが存在しないの。新宿の中学校とか。要は、グラウンドっていうものが存在しないの。だから校庭がない。庭がないの。そう。びっくりするよ。東京で一番最初に驚いたのはそれかもしれない。それは運動部弱えわっていう、うん、だからみんな室内とかさ、屋上とか、なんだろう、その、まあ、近くの公園と提携してるところもあるんだろうけど、ないんだよ。だから田舎の人が、もう俺成田だからわかるけど、田舎のね、ほう学校だだっ広いじゃん。ああいうのがないの。
廊下みたいなところでトレーニングしてんのよみんな。ドルさんにね一回ねまた稽古つけてもらいたいんだよね。もう一回見直して一からやりたいんだよね、ドルさんに。やっぱりドルさんに教わった技術だから。うん、ドルさんに一回見てもらいたいんだよな。アドバイスもらいたい。やっぱり鍵はデンプシーロールだよね。みんなが見たいのはデンプシーロールを生で見せないと。3万払えって言われる？うん、3万払えって言われるのかな。マジか。きついな。ギャラ請求されんのかな。ツイッターフォローありがとうございます。いやあのねデンプシーロールはね好きなんですよ。うん、デンプシーロールは絶対出したいんだよね。マンスリーランキングトレとワド変わんない。ん、何、まあ、マンスリーランキングどれとか、どれとワード変わんないから。おぉ。うんうんうん。いや、だから、結局、花火でマウンティングしても意味ないんだよ。もう、ドレさんは、俺は分かってたの、ドレさん今バブルなだけだなっていうのは。で、20万、30万稼ぐ実力はあるとは思ってたよ。でもね、ちょっと天狗になりすぎたよね。で、今まで敬語で話してきた人をさ、閲覧と収入が上がった瞬間にさ、上から目線に変わるんだもん、うん、俺実家はねもう縁切れてる、裕次郎さんだから帰らんよ、うん、そうだ年末だから親父ぐらいには電話一本入れねえとな。もう1年ぐらい電話してねえから多分また死んだと思ってるでしょ。親父には年末電話一本入れるわ。今日あたり入れようか、ごめんっつって。生活保護抜けたあたりぐらいにちょっと話したぐらいだから多分1年間ぐらい親父と連絡取ってねえな。うん、ちょっと我が家はね普通の家庭とは違うんですよ。いやもう腐るほど見てきたよ本当に。一時ちょっとブレイクして、だから自分で分かんないんだよね、一発屋かどうかって。まあそこをね見分ける能力って結構必要なんだけど、閲覧なんかで左右されてももうそんな閲覧キープなんかできるのなんかごく一部なのよ。だからもてはやして突き落とされる構造を理解できないんだよね。安定して自分の客をいかにキープできるかっていう勝負なのか分かんないんだよ。うん、まあそうでしょう。それが大人になるっつうことなんだから。そう、もう腐るほど見てきたよ。だから中堅のポジションで3年キープできてから物申せよって言いたいもん本当に。ある程度の閲覧、3桁の閲覧を3年キープ、4年キープして俺と同じ投票だろうって、もうここまで出かかってるよ。でもいいの、そういうのほっといたら消えるから1年ぐらいで。みんないなくなったよ、根性なくて。
根性ないしトークスキルもないし、うん、早いぞ飽きられるのは。あでもアンチゲーは古いよ、うん、アンチゲーは古い。もう要はそれ成り立つのがユイガさんともう3万ぐらいでしょ。いや5年やってきたら分かるもん。もうドイツが売れてドイツは一発屋でドイツは大手になるか全部分かる。ちょっと笑わせないで。カズカズのコメント、そういえば今日闇将軍が放送してて俺忙しいから配信すぐ終わるって言ってたのに一日中放送してた。さすがだね。さすがだわ。かっこいいね。いやでも闇将軍は持ってるよ。ちなみに言うとただ大手の器じゃない。彼は万年中堅だよ。もう過疎か中堅。要はね牛丼トング事件の時に配信引退するって言ったのはもう人生で一回あるかないかのチャンス逃したんだよ。ぶっぱねて大手になれるチャンスなのにあそこでメンタル折れたっつうのはもう彼の力量よ。だからもう彼はもう二度とうだつ上がんないよ。要はあそこで逃げる配信者だっていうレッテル貼っちゃったわけだから自分で。何回もアドバイスしたんだよ裏で。今美味しいからって腹くくれって。いや全勝グループにね心折れちゃったんでしょ。で結局のこのこ戻ってきてもあこいついつかいなくなるし都合悪くなるでやめる配信者なんだって言ったら追っかける意味がないじゃん。リスナーさんだって貴重な時間削ってさ配信や見てるわけですよ。そんなのさ根性ない配信者に付き合ってらんないよ、うん、お延長したいんでアイテムお願いします。延長代稼がせてくださいでしょ。やっぱりさ上目指してたりさそのメガホンありがとう上を目指してたりとかさその向上心があったりとかさ俺は大手になるんだっていうさ勢いのある人を応援したいでしょみんな。ハートありがとう。緊張さんハートありがとう。クミタンバーガー2つありがとう。ナイトバーガー10個もたくさんありがとうね。解放風船10個ありがとう。ありがとうございます。延長します。ありがとうございます。みんなアイテムありがとう。わお花火ありがとう。匿名さんありがとう。すごいすごいありがとうございます。だからさその結局腹くくってるかどうかなんだよね配信も。まあどの職業にも限らずだけど腹くくってるかだよ。腹くくってないやつはダメ。天狗になるやつもダメ。天狗になってやめてってやつ何人見てきたか。あいや結婚はしたんじゃないの。多分結婚はしたんじゃないかな。でも闇将軍の言うことだから信じられないよな何もな。ふかしばっかりなんだもん。もう古典的なクラシックスタイルじゃん彼の場合は。本気でふかすかんな。だって漫画喫茶に泊まってるのよ。ホテルだって言ったりさ飛行機で帰らなきゃっつってさ蓋開けてみたらねえ深夜夜行バスだぜ。笑わせんなよ本当に。ちょっと信用はないよねそこね。見張らなくていいのにね。貧乏だから満喫だよって言やいいのに、なんでホテルだって言い張るんだろうね。変にプライド高いんだよなあいつ。あっからさまにあっからさまに漫画喫茶だったかんな。今ホテルなんですいません折り返しますってわけのわかんないこと言われたかんね。後ろでなんかミュージック流れてるし同棲なのかね。いやだからほら結婚をしてるぞっていうマウンティングなんじゃないの。要はなんつうの俺は席持ってるっていうなんかプライドがあるんじゃないの。うんよくわかんないけど彼の考えることはよくわかんないけど。なんだっけ実家の林業を継いでるっていう設定なんだっけ闇憲法の使い手。
あんなあれこそ捨て頃出ろよな、うん、闇将軍なんか捨て頃出たらね、ニコ生で吹くぜ。捨て頃ニコ生リスナー全員見るでしょ。それこそ闇将軍なんか美味しい相手じゃん。俺と闇将軍にすりゃよかったんだよ、マッチメイク。絶対面白くてチケットバカ売れだと思うよ、闇将軍 VS ワード。そういうの下手だよな、プライド高いんだろうな。現在アンチ来るだろうね、闇将軍の場合は。問題発言しかしねえかんな。あれでも多分本当の病気だと思うよあれは本当の病気だと思う。もう無理でしょ。濃いな。閲覧10だったんだ、かそっちゃったんだね、もったいねえな。ふわっち A 版だもんね。ツイキャスでやってるんだっけ、ニコ生だっけ。もったいねえよな。自分の配信論っていうかね、配信スタイルだね。うん、要はね、これからね、もっともっとね、専門的なものを持ってないとダメになるよ。今ね、若ければいいとかね、もうこんなね、なんかトークスキルも持ってないやつはダメ。今日3杯目かな、これ、うん、3杯目。でも別にこの前7杯飲んだけど全然酔っ払わなかった。ロックで3杯だからね。もうだからこの前半分減らしてもうだいぶ減ってるよ。もうこんだけしかないもん、うん、ちょっとしかない。ふわっちやってんだ。酒は強いよ、酒は強い。俺は家系だね。あと俺の場合ね、なんで強いかって自分で分かってんの。ペースが異常に遅いの俺。要はね、早く酔おうっていう、強く酔おうっていう酔い方をしなくて、ゆっくり舐めるように飲むの。だから自分の心地いいほろ酔いをねキープするから、だからそれがね本当酒飲みなんだよ。ほろ酔いをキープしてうまく酒と付き合っていくのが俺は酒飲みの真骨頂だと思ってて、酒に飲まれたらダメなんだよ酒飲みは。そう、酒飲みは酒と冷静に向き合えるかどうかだよ。うん、普段飲まん、酒自体別に好きじゃないから。だから最近また味覚えちゃったからね、ちょっと飲むようになってるのとね、瓶一つ開けちゃ買っちゃったらこれも開けないとっていう。最近ちょっとよく飲むようになってるね、まあ、いいんだよ年末だから。まだコーディング終わんねえな、もうちょっとか。あと9分。あと9分か。
ジャック・ダニエルって言って、ウイスキーだね。テネシーウイスキーって言って、アメリカのウイスキーだね。もう定番中の定番、ジャック・ダニエルは。美味しいよ。アルコールがこれ何度だ？アルコールの度数何度？ 40 度。40度。相当強いよ。あ、でもね、ジャック・ダニエルが一番飲みやすいかな。癖がないの。そう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 。パーカー持ってるっていうか、これもリスナーさんからのプレゼントで。いつもジャック・ダニエル送られて飲んでたから、ジャック・ダニエル好きだと思われてて。だからジャック・ダニエルグッズをみんな送ってきて、ライターとかもリスナーさんからプレゼント、ジャック・ダニエルだよ、これ。ジャック・ダニエルの刻印が入ってるけど。そう、なんかジャック・ダニエル、をこうラッパ飲みしながら昔はずっと配信してたから、ジャック・ダニエル好きだと勘違いされて、バンバン送られてくるの。こうやってやって配信してたから、こうやって、そう、まあでもジャックは好きだね。ハーパーとかよりジャックの方がいいね。うん、なんだっけな、あの馬のねやつ、プランタンだっけな、プラントンだっけ、プランタンだっけ、あれも好きなんだよね。プラントン、プランタン、プランタンだっけな、プラントンだっけな、プラ、プランタンかな、プランタン、プランタンで合ってたかな。っていうお酒があるんだけど、プランタンであってたかな。これか、プラントンだ、プラントン、プラントンも結構好きだね。バーボンか、なんと。コーディングは終わりそうな気配。あと5分。データ壊れてないといいけど。
入場曲はね、これ。これ。今流してるやつ。しっとり入ってやろうと思ってる。いいでしょ。和道選手の入場です。これで入るから俺。しっとり入ろうと思ってる。今回は。大人だろ。コンビニ行ってらっしゃい。この選曲はないでしょ。めんどくさかったからこれでいいやっつってこれにした、うん、しっとり入るから、うん、やる気になるかっつってならないね。でもあえてのこれでいこうと思って、そういつものやつ、うん、まあおなじみでいいと思うけどね。かっこいいと思うよ、これで入ってもしっとり、うん、リングで雑談はしねえよ。今日土曜日か。明日はすき焼きでもつきながらのんちゃんとまったり過ごそうかな。いやもちろん配信やるけど、明日のんちゃんお酒飲みながら一緒に雑談やろう。うん、本当だよ、年越すよ。まあでもいい一年だったな。配信で飯が食えたかんね、一年間ありがてえよな、本当にありがてえよ。奇跡の一年だったな。飛躍のね年に変えないとね、これをね、これをバネにさ、来年は食えない配信者も増えるぞ多分。まあでも荒野すごいよね、もう半年以上100万円キープしてるからね。なかなか荒野すごいよね、うん、え、マジで言ってんの、コーディング終わったのにさデータ壊れてんの、3時間かかってデータ壊れてるとかないんだけど、え、マジで言ってんの、マジかこれ最悪なんだけど。え、どこどこどこ、マジで言ってんの、データ壊れた、3時間かかったんだよコーディングに。ちょっと待ってよ、マジで言ってんのこれ。ちょっと、あーもうイライラする、動画編集3時間かけてデータ壊れてるとかありえないでしょ。うそだろ、
あ、来た来た。ちょっと待って、動画チェックします。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。2017年。あ、来てるか。よかった。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。2017年12月の28日15時11分です。ちょっとマイクチェックをするので、音が聞こえているかどうか確認したいので、うん、返してくれますので、フードバイトの23お仕事させていただきましたので、まあ、今間、休憩を決めている上限。生活保護のケースワーカー歴が11年の小川さんをお迎えして、生活保護について、皆さん、あ、よかった、よかった。チンピラじゃねえわ。よかったよかった。そうそう、もともとふわっち来たのがそのニコ生、ニコ生をのんちゃんが爆発したのよ。のんちゃんが減らって俺の何千人のコミュニティを爆破して、もうニコ生で活動できないってなって、どうしようってなってふわっちに聞き始めたの。その前段階があって、実はあのアマゾンギフトをもらってたのよ、結構大きい額を。でそのアマギフを現金化したいっていうことで、当時ねふわっち全然流行ってなくて、エセアカっていうニコ生の大手配信者がやってて、エセアカくんっていう、でエセアカつながりあったから、アマギフをどうやって現金化できるって聞いたら、このサイトいいよっつって、でふわっちのコメント欄で教えてくれて、ありがとうっつって、であのやってみっかって言ったら、たった1回の放送で3万円ぐらいもらえたのかな。であれっつって、でアクティブもニコ生だと全然だった、あ、ツイキャスか、ツイキャスだとアクティブ50人ぐらいまで落ちちゃってたんだけど、ふわっちだと200人キープだったから、もう何言って閲覧多いじゃんっつって、じゃあふわっち拠点でやってみっかっていうところがこのサイトに来たのよ。で蓋開けたら3万円もらえて、え、何これっつって、でもそっからずっとビタビタだね。で収入が20万超え始めたの何月ぐらいかな、最初は10万いくかいかないかぐらいだったんだけど、だんだん食えるぞこれってなって、で今に至る感じかな。5分間休憩を取ろうと思います。ですね、皆さん、行政書士小川で YouTube で検索すると、小川さんの YouTube が出てきますので、はい、ぜひチャンネル登録をしてください。で生活保護で困ったのはわからないなっていうことがあったら、小川さんの動画のコメント欄にコメントをしたら、エセアカはね、そう失敗したんだよね、顔出しを全くしなかったから。要はね、やりたいことと、それだから去年の10月の話だよ。去年の10月からだもん、俺ふわっち。皆さん、そのまま待機してください。あと、延長代いただきたいので、アイテムをし、あ、ありがとうございます、花火。後で質問の方を読み上げますので、5分間休憩します。そう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 。もともと YouTube でやってる。まあ、いい放送だよな、これは。我ながら、なんか、こういうことをやりたくて、もともと生放送の世界入ったんだけど、なかなかできなくて、これは結構いい対談だったよね。そういう方法もあります。いろんな方法があるんですよ。多分で、ぜひ、コメントをお願いします。はい、ハピです、おはよう、ワダツー。合計じゃない、今リアルタイムで400人超え、
とうございます。では皆さんお疲れ様です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。フォローしてください。面白かった人、あのお金余裕のある方、アイテムくれると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。伊勢垢はもともと大手だからね、あいつは、うん、よし、データ壊れなかったね。で今度はこっから SEO 対策っつって、今度 YouTube の方が大変なんだよ。 YouTube の SEO 対策が時間かかるんですよ。よいしょ、頑張ります。お坊さんと対談とかやったら和藤さん論破しそうで、実際キューちゃん牧師と対談初期の頃にやってて、キューちゃん牧師が、あのキューちゃん牧師がだよ、キリスト教のことについて、それは分かりませんって後半言ってたからねあ、和藤が論破したっつってすごい話題になったんだよ。あれ面白かったな。それは分かりませんって、牧師さんがサジ投げたっていうねキリスト教の質問してさ、それは分かりませんはすごくない？あれは勝ったって思ったよ、うんうん、お坊さんとか対談嫌がるだろうな、多分な。キューちゃん論破してる初期の頃にそう、まあでも分かる人にしか分かんないコアな話だったから、うん、俺はあの瞬間やってやったと思ったけど、キューちゃんは金梅のおもちゃにさ、何対談したの？超自弱調ハードル上げるな。初詣で悪魔の儀式すごいね初詣ですごいな、悪魔の儀式、日本から出てけって話だよね。おはようございます、カトランさん、おはようございます。おはよう、かげろうさん、おはようございます。
おはようあるさん、ワード2。ああ、いいね。休みらしいじゃん。休みらしい過ごし方だよね。ワドンさんが使ってる捨てミキを連動しながらコラボを取ると這うるんですか？解決方法ってありますか？多分ね、その配信に関する知識が多分ないんだと思う、カネローさんが。だから、この機材の問題なのか、捨てミキの問題なのか、要はね、音響に関する知識は勉強まだ不足なんだと思う。いや、ループバックっていう機能を使ってるとかね、それはね、もう現場を見てみないとわかんない。ハウルっていうのは回ってるっていうことなの。で、おそらくなんだけど、捨てミキの方のアウトプットで音を回しちゃってるのね。だからその捨てミキの設定とこっち側のミキサーの設定を構造上理解するまでもういじくり倒すしかないと思う。俺は音響やってたからこういうのはある程度知識があるんだけど、映像でもだいぶ苦労したよ。でも4年かかったからね、ここまで来るのに。捨てミキのアウトプットとループバック機能を回しちゃって音が中で回ってるんだと思う。いじくり倒して覚えるしかない。それは。機材は使って覚える。自分で覚える。もう、それが一番早い。サイトを見る。
一回枠切ってとつまちでもやる。どうしようかな。なんかやろうかな。一回これで枠切るか。おはよう、コートさん、パフェありがとう。おはよう。じゃあ一旦終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。